はい、小松崎太一選手です。決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝のレース振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、チャンスは、本当ワンポイントぐらいしかないと思ってたんで、しっかりそこを逃さずにいけたのが良かったと思います。上田選手が行った後ドンピシャで叩いたと思うんですけど、あの辺っていうのはどんな感じでした。そうですね、もう、あのままかけられると厳しい展開になるんですけど、かけられてもしっかり仕掛ければラインでチャンス出てくるかなと思ったんで思い切っていきました。慣れた選手との連携の時っていうのはいつもどんなことを思って走ってるの。いや、もう本当に自分の力を出し切れば必ずいい結果がついてくるとすごく信頼して走ってます。最近ずっと好調ですけど、好調をキープする要因というのは何だと思います。もうキープするとかもうそういうのは考えてないですね。とにかく本当に一日一日大事に必死に頑張ってます。ヤヒコバンク走った感触聞かせてください。すごく個人的には走りやすいですし、相性もいいと思っているので本当に走るのが楽しみですね。それではファンの皆様に一言お願いします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。